東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン内山高志。アマチュア戦績113戦91勝、プロデビュー戦はわずか35秒でのノックアウト勝利。その内山の武器はノックアウトダイナマイトと呼ばれる驚異的なパンチ力、鍛え抜かれた体から繰り出される圧倒的な破壊力でデビュー以来ノックアウトの山を築いている。まず勝つことを考えて組み立てて、チャンスがあればということですね。必ず面白い試合になると思います。その内山に挑むのが日本一勇敢な男、坂東ヒーロー。そのゆえんは3年前に遡る。1ラウンドで KO されなければ100万円というバレロとの一戦。真正面から勇敢に打ち合った勇気に多くの観客から拍手が送られた。この試合の悔しさが坂東を変えた。バレロ戦以降5連勝で日本ランキング1位に上り詰めた。絶対に勝って絶対チャンピオンになって、早くバレロでやりたいです。 KO ダイナマイト対勇敢な男、壮絶な打撃戦が今始まる。試合は第3ラウンドに入りました。黒いトランクスがチャンピオンの内山隆、オレンジ色のトランクスがタイトルマッチ初挑戦、34戦目にして初めてタイトル挑戦という機会を得た挑戦者の坂東ヒーローです。本名は坂東博則。ボクシングの世界でヒーローになってほしい、その周囲の期待から坂東ヒーローというリングネームを与えられました。ジャブを打っていくチャンピオン、右を振り下ろします。いや、井田さん、この内山の右の振り下ろし、パワーすごそうですね。そうですね、もう坂東の顔、画面目の周りも赤くなってますからね、チャンピオンの、パンチの強さ、重さが分かりますね。そうですね、ボディアッパー、内山はこのボディアッパーを得意としています。田中さん、はい、立ち上がり第1ラウンド終わったところでね、内山自身がコーナーに戻ってきて、チャンピオンコーナーに戻ってきて、ちょっと硬いなという言葉を発したそうですね。そうですか。渡辺会長からは 1,2 ラウンドの半分の力でパンチを打てという指示が出ています。なるほど、ちょっと力みすぎているという話です。あ、そうですか。さあ、リラックスしてボクシング、自分のボクシングをすることができるか内山隆です。田中さん、はい、対するチャレンジャーサイドなんですが、まずは予定通りの立ち上がりと距離をつかむための序盤だったというふうに話しています。そしてこれからは頭を振ってワンパターンにならないようにという指示が出ています。なるほど。さあ、ボディを打っていく内山です。ボディボディ、そうですね、このラウンドでバンド君も行ってますよね、はい、頭を振って中に入ろうという挑戦者のバンドです。チャンピオンもあのジャブが止まると中に入られますよね、いわばこのチャンピオンのジャブが一つ生命線になるかもしれません。さあ、徐々に徐々に距離が詰まって、ジャブからワンツー、ジャブ中に入ってくるところをこの左ジャブで相手を抑えます。チャンピオンの内山です。ジャブ、おっと、右のフック、坂東の右フックです。ボディ狙ってましたね、ジャブに対して右を合わせていこうという坂東です。クロス以外のパンチは全部得意です。そのように自信を持っている挑戦者の坂東、オレンジ色のトランクスです。まあ、チャンピオン、あの挑戦者でね、はい、あのいろんなパンチ打ちますよね、あのアッパーもうまいですからね、はい、まあ、内山選手としたら、だからできるだけこの接近した、戦いというのは避けたいところでしょうね。なるほど。このアジアオセアニア地方の頂点に立つ東洋太平洋チャンピオンの黒いトランクス内山、2度目の防衛戦です。さあ、右を振り下ろしました。いいタイミングでチャンピオンパンチ出しますね。そうですね、左チャンピオンの左、いや、しかし坂東の目は死にません。いや、挑戦者の坂東の方も、はい、いろんな手が出てきましたよ。いろんなボディフック、打ち上げるような、突き上げるような、パンチも打ち出しましたね。なるほど。少しこのリングに、チャンピオンの右、さあ振り下ろしていく、チャンピオンね、あの後ね、最初のパンチはボディでも上でもいいですからね、打つともう少しシャープになりますよね。なるほど。さあ、ボディ、強烈なボディ、チャンピオンの内山、おー、効いた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 、坂東の右が当たった。坂東の右がチャンピオンの顔面を捉えました。第3ラウンドが終了です。ファンの期待に応えるがごとく、右手を上げてこの第8ラウンドに臨みます。オレンジ色のトランクス、挑戦者の坂東ヒーローです。
愛媛県伊予郡正木町出身です。愛媛県の伊予郡だけあってオレンジ色のトランクスを履いています。坂東ヒーローです。ジャブを打っていきます。田中さん、チャレンジャーの左の目の上の傷なんですが、はい、まあ、陣営としては大したことはないというふうに話しています。ああそうですか。左の前を、はい、そうですね、あの画面でも見えたんですけど、大丈夫だと思いますね。なるほど、はい、したがってさあジャブを打っていきます。この傷により戦い方を変更する必要はバンドまだありませんね。そうですね。ノックアウトダイナマイト内山隆2度目の防衛戦です。現在試合は第8ラウンドに入っています。田中さん、はい、チャンピオン陣営はね、あの的確なパンチが当たり始めているので、はい、もうじわじわと攻めていって、ただラウンドラスト10秒は相手が必ず出てくるから、そこだけは注意するようにという指示が出ていますね。あ、そうですか。最後の10秒必ず出てくるバンド、ポイントの面を意識している部分もあるでしょう。リング見るストレート、ジャブ、右を伸ばします。右のフックを返すバンドです。ちょっとチャンピオンね、浮いている、まあ、体が浮く部分がありますよね。あ、そうですか。パンチを打った時にちょっと膝が浮きますよね。その分パンチの、ね、上とは乗らないですからね。なるほど。本来の内山のパンチ力では今日はないかもしれません。右を振り下ろしました。左を返した坂東です。あ、そして血が少し坂東の目に入るようで、少しで、おっと右のストレートを投げました。チャンピオンの内山です。振り下ろします。あっとここで一旦坂東の傷の具合を見ることになりました。ヒッティングによる傷です。試合続行不可能な場合はこの時点で内山の TKO 勝ちということになります。どうでしょうか、伊沢さん、どうでしょう、この傷の具合は。なんとも分かんないですね。大丈夫だと思いますけども、大丈夫ですね。あ、試合続行可能です。試合再開です。ただ目がね、目の中に血が入る部分ではありますよね。まあこの血が入ると見えにくくなりますから、戦う上では非常にディスアドバンテージということになりますね。ですね。右のフックを返す、まあ、さらに、バンドの方としては、攻撃の、回転を上げてくると思いますね。あ、そうですか。さあフェイントかけて、はい、高橋さんどうぞ。はい、あのチャレンジャーの傷なんですが、幅が3センチでやや深いけどまだ続けられるということです。あ、そうですか。で最初に開いた傷とはまた違う傷だという話です。なるほど、うん、坂東はこれが2箇所目の傷ということになります。深いという情報が入ってきています。結構ね、血の量は出てますよね。まあ、右が見づらいかもしれませんよね。あ、そうですか。今ちょっと坂東の右が内山の顔面捉えています。ものすごい気持ちのボクシングを展開します挑戦者の坂東ヒーロー。34戦目にして初のタイトル挑戦という坂東です。巡り巡ってきたチャンスをものにすることができるか。ジャブを打つチャンピオンの内山。第8ラウンドが終了しました。東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチです。試合はラストラウンドに入ります。東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ、両者グローブを合わせましてラストラウンドに入りました。さあジャブを打っていくチャンピオンの内山隆です。さて伊藤さん、ポイントの面では内山が上回っていると見ていいですね。そうですね、まあ、ボクシングでもですね、もう本当にこう、はい、チャンピオンの方は、ジャブから何から、パワーもあるし、はい、素晴らしいパンチ打ってるんですけど、まあ、ここまで判定になりそう、最終ラウンドまで来たのはやっぱチャレンジャーの坂東ヒーローの頑張りですね。そうですね、打力強さ、まあ、あとハートの面ですね、そしてセレス小林さん、その坂東ヒーローが内山のベルトを奪うためには何が必要でしょう。もうノックアウトしかないですよね。左が当たってくらついた。ノックアウトしかない。はい、もうダウンじゃダメですよね、ノックアウトですよね。あ、そして飯田さん、先ほど少し坂東がグラつくような場面見られましたけれども、そうですね、大丈夫みたいですね。あと大丈夫か。あ、でも、ね、あ、しかし少し効いてる、効いてる、坂東が右を返した、坂東が右を返しました。いや、しかしセレスさん、坂東もダメージ溜まっているようですね。溜まってますね、しかし右を返すんですよね、まあ、ここまでチャンピオン内山のパンチをもらってダメージが溜まっていないわけがないというふうに言ってもいいかもしれません。そうですね、田中さん、はい、渡辺会長からチャンピオンへ最後の指示は倒せるなら倒してこいという指示でした。ああ、そうですか。さあここでチャレンジャー、気持ちのボクサーを倒すことができるか。さあ足を投げる、さあ足を投げる、ノックアウトやればいいと、ノックアウトやるか。一瞬見合いと笑いました。坂東のパンチを返します。さあこのチャレンジャーを倒すことができるか。世界に向けても内容が問われる一戦、チャンピオンの内山、黒いトランクス。
いやーしかし井田さん、打たれても前に来るのはチャレンジャーです。そうですね、これだけいいパンチ当てても前に出てこれるとちゃんと手こずりますね。そうですね、東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチラストラウンドに入っています。ボディを返す、ギャルフック、さっきはあの右はね、もうだいぶ目ってますよね。なるほど、外してますよね、もうあの右はね。そうですね、さあ回転を上げろというセコンドからの次です。チャンピオンの内山、右を打っていくバンド、ボディ顔面へ、左のショート。田中さん、チャレンジャーサイドから打ち合いの声です。ああそうですか、両陣営から打ち合いという声が飛んでいます。さあラストラウンド、残り時間は間もなく30秒を切ります。右を打っていく、リングの中央、さあ前に行くチャレンジャー、34戦目に向けて迎えた初めてのタイトル挑戦、一方2度目の防衛戦のチャンピオンの内山隆。さあジャブを打っていく、残り時間は10秒切った、大きなアッパー、内山の大きなアッパーです。左のショート、アッパーを返す、テレフク右を切った、ここで試合終了です。東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ、勝負の行方は判定ということになりました。勝者、東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン、ザ・ノックアウト・ダイナマイト、内山隆。内山隆、東洋太平洋タイトル2度目の防衛に成功です。3対0の判定で坂東ヒーローを下しました。